もう店があまり開いてないんですが、まだ開いてないぞ。ヨーグルトですか牛乳ですかね、みんな飲んでますね。たくさんのゴミが置き去りになってて、そこに子供がいます。3月19日ですね、戦争間近のバグダッド市内なんですが、今ちょっとダウンタウンっぽいところに来たところですけど、今おじさんがですね、ペプシと、タバコをごちそうしてくれました。非常になんかここだけはですね、まだ戦争が起こる雰囲気もなく、子供たちも遊んでますし、なんか非常に皆さん親切です。日本人の方もですね、非常に歓迎してくれてます。僕はタバコは吸わないんですけど、どこあげどこくるわる。もしもし、久保田です。取れますか？久保田です。バグダッドより久保田です。はい、始まりました。一時収まったようでしたが、今、1、2発、そしてまた間を置いて今2発ほど、あ、また聞こえます。はい、一度収まった対空砲がまた始まっております。はいはい、あ、大きな音ですね。ズシンズシンという響く音ですね。はいはい、2回目の空襲警報です。今また空爆が始まりました。下から対空砲がどんどん上がっております。かなり激しく対空砲が撃たれております。
でかいの一つ落ちました。こんなでかいの、はい、これ音声回してください。すごい激しいです。今2本落ちてます。あー、3本目落ちました。はいはい、音声回してください。これ今僕出番ないんだったらいる意味ないっすよ。そうですね、今ですね、米軍の方は今爆弾を落としてない模様ですが、下からの対空砲がかなり激しくなっております。あ、今一つ落ちました。はい、大きな音です。南ですね、南の方に一発大きいのが落ちました。あ、飛行機の音が聞こえます。今また落としてます。市内中心部です。連続で 2,3 発大きいの落としてます。今私のホテルの真上です。真上に向かって、対空砲を撃っております。今来てますね。かなり近いです。はい、また市内中心部です。はい、バグダッド中心部の方でかなり爆撃しています。今ですね、私のホテルの私のホテルの真上、空中戦が行われてます。飛行機同士の戦い空中で行われてます。ほぼ真上です。ホテルのほぼ真上になります。そうですね、落ちてこないことを祈るだけですけど、私のほぼ真上で空中戦を演じてます。